ふらりと入った一軒のスナックで僕は天使と出会った。いらっしゃい。あけびさんたちとみかえちゃんってどういう関係なんですか？ん？なんか家族みたいだし。もう家族だよ。え？俺はあいつの親代わりになることを決めた。私たち3人とも同じ施設で育ったの。ひまわり学園っていう親のいないこの施設。でもあの子、ここがちょっと足りないんだよ。どういうこと？バカ、聞こえ、いや大丈夫、聞こえても意味分かってないから。もし俺が好きになった子が障害を持ってたら、お袋はどうする？あいつは全部自分のせいだと思ってる。親に捨てられたのも、散々いろんな奴に騙されてきたのもな。だから気にすんな。これはその夏、僕に起きた奇跡の物語だ。